中川翔子です。はい、今日は自宅のキッチンからエプロン、ラプンツェルのエプロンで、やっていきたいと思うんですけれども、今日はですね、なんと、昨年コロナ太りでめちゃめちゃ本当にカービィが空気吸った時ぐらい太ってたんですよね。だけど、トータルで今7キロぐらい痩せました。わーやったー。まあ、毎日コツコツダイエットって一生やっていかなきゃいけないのかなって思うんですけど、そのモチベーションを保つためにやっぱり美味しいものが食べたいっていうことで、痩せるために私がものすごくよく食べている、簡単レシピを今日ご紹介したいと思うんですけど、キッチンに立ってる割に本当に包丁も使わないし、火も使わない、自炊界のファーストフードだと思ってるぐらいめちゃめちゃ簡単に作れちゃう5分でできるダイエットレシピ、今日それをね、ご紹介したいと思います。ではやっていきましょう。スタート。じゃあ早速なんですけど、これがすごく大事っていうものを紹介します。これね、段ボールであるんですよ。じゃーん、ドスン、ダン。これこれこれ、これのおかげなんですよ。150キロカロリー、マイサイズ、満々ご飯。これ最近スーパーでもアマゾンでも売ってて、案件じゃないです、本当に。マジで痩せた、これ。あのね、味が美味しいんですよ。食べたいなと思った時にパッとチンして、2分チンして、で、本当にふっくらしていて、もちもちしていて、で、あのね、ご飯に軽く1膳分ぐらいかな。あと、こちらです。あ、じゃあ、ついでに冷蔵庫見ます、うちの冷蔵庫。恥ずかしいんだけど。ダイエットしてる割にチョコレートまみれやんけっていう感じですね。ゴディバー、そして5ミニ。これ朝一オキシナに飲むのが好きでめちゃくちゃ買ってる。だってこれだってさ、50キロカロリーでしょ。朝だったら余裕だね。で、このサイズのジンジャーエールが好きすぎて、半身浴した後とか朝とかに飲むんですけど、1本あたり58キロカロリーだから、なんかジュースも禁止みたいにしちゃうの嫌なんですよね。大好きなんで、これはすごい飲んでます。今日使うのがこれなんですよね。お刺身、お刺身ってさ、大好きなんですよ。なんか年々好きになっていって、あとはもうレギュラー状態ですよね。使いかけのカルピスバターがいっぱい出てきたんですけど、これ業務用のやつ、ね、あったわ。ニンニク4本どうしたらいいのこれ、助けて。あとわさびにこだわり出しました。このたまる屋の静岡本わさび、これラジオでわさびの食べ比べみたいにしたらめちゃめちゃうまくて、甘ぞりました。あとは冷凍庫が、あ、これあと痩せるときにセブンイレブンのこういうさ、ガットフルーツ、これ元気があるときはスムージーとかにしたりもするけど、でもさ、そのまま食べてさ、これ1袋あたり46キロカロリーなんだって。真夜中のさ、お腹空いてキーってなってる衝動の時にこれを何粒か食べると落ち着くので。うどんありすぎじゃない？どんだけうどん入ってんの？うどん食べすぎでしょ。まだあった、うどんが。あ、忘れてた。チョコバナナが出てきました。チョコバナナ食べたい。ね、ダイエットしてんのっていう感じじゃない？これ本当に。チョコバナナは大好物なんで。いや、これでもダイエットしてます。一生ダイエットは続けるんだと思います。でも美味しいものは食べたいんで。なんかあるかな。まあ野菜か。どうしよう。あー、お餅がいっぱいある。お餅ってうまいよね、本当にね。まあ今日はこれを使ってお料理していきたいと思います。じゃあめっちゃ簡単。じゃあまずこれを2分チンします。はい、お皿これかな。謎のお皿、シャークって書いてない、このお皿。なんかちょっと気に入ってるんですけど、でこれ、この中に入っているキーワードで使うやつを出していきます。あー、出て、はい、レギュラー出演者のやつ、味の素出演者、はい、この辺の調味料使います。まずちょっとご飯のチンマチですね。暇だわ。スクワットでもするか。よいしょ。このね、ステルスダイエットっていうのもおすすめかもしれません。エレベーターとか乗るときに、誰も乗ってないときにスクワットとかをサッとやる。トイレとかサッとやる。10回ずつとかやって、人が入ってきたら何食わぬかを戻る。エレベーターダイエット、人がいないときにこういう腹筋に効いてるなって思うジョジョ立ちをする。で、人が入ってきたら何気なく戻るっていう。これやってますよ、よく。みんなやってるでしょ、これ。はい、できました。簡単だね。いや、運動も苦手でさ、ズボラな私がさ、
ダイエットに成功するのは至難の技ですね。まずはこれ、これで足りないよっていう人は本当にパックとかチンしてっていいと思う。そしたらめちゃくちゃ多いのでお腹いっぱいになります。待って、器に対して小さすぎて少なく見えるんだけど、あれ、なんかまともな大きさのやつに移す。ごめんね、シャーク、君じゃなかったみたい今日はシャークじゃなかった。あ、映えるね、黒い方がね。ごめんね、シャーク、ほんとすまんね。そこにこちら、これもう大好きで、ほんとね、最高なんですよ。カルパッチョにも、サラダにも、煮物にも、何にでも使える。大さじ1、大さじ1って、もう私もう測らずに適当にやっちゃってるんですけど、これぐらいをご飯にピャーッとかけます。なんと、これで酢飯の完成。ほんとに、お寿司屋さんの味になるんですよ。で、ここにですね、お刺身を乗せます。はい、乗せます。美味しそう。うわ、美味しそう。盛り付けが大事。これいいトロが入ったんじゃないですか、今日は。みんな知ってた？シソと大葉って同じらしいよ。知らなかったんだよね。ついこの間知ったんですけど。シソを探してるのに大葉しか売ってないですよ。違うから諦めたりかしてたんですけど。同じなんだって。で、ここにお刺身についてた、これを乗せます。で、卵です、卵。卵だけ使います。これ、卵白だけ、なんかに使う、料理に使ってもいいと思います。うまいこと乗りました。で、こっからです。で、ですね、まずお醤油、まあでも全部量らないで目分量ですね。あ、入れても入れなくてもいいと思うんですけど、梅沢富美男さんがうまいって言ってたから、それうまいんだろうなと思って買った猫豚だし、これ楽ちんでチューブになってるから、このままパーッと入れれるんですよ。適当です。あんま測ってる風だけど測ってないです。あとみりん、これ甘みと旨味が加わるのでみりんは絶対入れます。海鮮丼のタレ、はい、あとごま油ですね。これ大事、めっちゃ大事。ごま油ちょろっと、大さじ、ごま油と忘れちゃいけねえ味の素。パパパパパパ。で、これで海鮮丼のタレ。なんか醤油だけかけるより、こういう調合した方が旨味があって、すごい好きなので、家だと絶対こうします。ああ、いい香り。お店みたいな感じ、味に。うまい。え、これは開けまーす。ルルルルルル。で、最後に、ごまをかけて、パラパラパラと。はい、もうできた。完成でーす。満南ご飯の海鮮丼。いや、マジでこれ太らないんです。なのでめっちゃ美味しいんです、これ。ほんと。じゃあ、早速食べていきたいと思います。では、いただきたいと思います。めちゃめちゃ簡単ですよね。チンして乗せて食べる。それだけ。取って入れて出す。ほんとそんな感じですよね。ただね、このタレの調合なんですよ。このタレがほんと美味しいので。じゃあいただきたいと思います。見て見て、これセーラームーンのムーンスティックのお箸なの。可愛いから持ってきたけど、ちょっと使いづらいんで普通にスプーンで食べます。いただきます。じゃあ見て見て、この卵黄を、見えてる卵黄を、うぃー、わーい、崩します。綺麗ね、赤と黄色と緑で。はい、ルヒョー、いただきます。うまい。とろける。我ながらこのタレの調合めちゃめちゃベストオブベストでございますね。あ、最高。さらにですよ、ヘルシアも飲んだらカロリーないでしょ、ほぼ。めんどくさい時でも簡単だから、モチベーションが途切れることもね、ないんですよ。いいわ、これカンパチですね。カンパチの方もどうかな。あー、美味しい。やっぱ海の幸しか勝たん。本当に、いいんですよ、多少の糖分とかカロリーとか言ってたら切れないからね。短期間で一気に痩せようとするんじゃなくて、やっぱ継続なんだろうなって思いました。あとこれですね、ダイエットのアプリで毎朝お寺行ってから全裸になって体重計に乗って体重を目視する、それを必ず毎朝やっていて、でグラフなんですけど、これ
糖質制限ダイエットやった時にドンって太ったところがここのピークで、でもっとねこれこのアプリをやる前はさらにここから2キロぐらい太ってたんですよ。でそこから始まってこうやってガーンと下がっていって、ちょっと上がったりする日って落ち込むけど、上がった翌日またゴーンって下がったりとかするんですよ、むしろ。だから、うん、目で見て、あ、1キロ増えたみたいな時に慌てずに、1キロならまだ戻せると思ってこう確認しつつできるから、これ癖にしたのが良かったかなって思います。これもすごく効果がありました。あとダイエットでものすごいこの万南ご飯と同じぐらいファインプレーしてくれたのがこれです。バン、ダイザップのダイエットチョコバー。これアマゾンで見つけて買ったんですけど、味が一番なんかねチョコに近いんですよ。本当にチョコ食べてるって感じがして、ザクザク食感もあって、でなおかつ144キロカロリーだから、これ万南ご飯と同じだ。だからこれで痩せましたね、だいぶね。本当にありがたい。だからこれを切らさないようにするためにカバンにいっぱい入れてて、カバン全部それぞれ1本ずつ入れてるんですけど、これまだめちゃめちゃ買ってあるこれからもね飽きないんですよね、これ美味しいから。チョコレートを食べながら痩せれるってすごく嬉しいから、私にはこれ相棒と化してますね、ほんと。とりあえずこれ食べるみたいな。で他にもですね、いろいろ試してます。おからクッキー、なんかこれ小分けになってるやつで硬いんですよ、食感が。でかなり噛むのにエネルギー使って、でこれをヘルシアとかお茶とか炭酸水とか飲みながらだと膨らむ感じがするので、これ一袋で何キロカロリーぐらい、1枚37キロカロリーだから、まあ2つで80弱ぐらい。だからそれを思うと、ほんと夜中お腹すいたーってなったらこれ食べると落ち着くので、これもかなりいいんじゃないかなと思います。なんかだから自分の中でそのきつくやりすぎない、あの美味しそうって思ったら食べるし、外食するときはもうダイエットとか気にしないで、ダイエット中だからあんま食べれないんですとか言ったらなえるじゃないですか。だから美味しいなっていうときはもう気にしないで全力で向き合って外では食べるし、美味しくないものでカロリー取るより一食は全力で美味しいものを食べる、これは美味しいし痩せるから本当おすすめ。そんな感じで自分の中でも、うん、ゆるゆると続けてる感じですね。あとはあれです、お散歩にハマったこと、これも大きかったですね。あとこれメポのおかげなんですけど、メポがお風呂に必ず侵入してくれるっていうルーティンがあるんですよ。それを見たいから、以前はなんか疲れてたりするとシャワーで済ませてたんだけど、ちゃんと必ず毎日最低30分は半身浴をするようになったんですね。昔半身浴ですごい痩せて、若い時に。でもね、ちょっとやそっとで汗とかなかなか出ないけど、半身浴でメポが入ってくるまでずっと待ってると汗かいて、でヘルシア飲むみたいな。それもねダイエットのキープにすごい役に立ってるとやっぱり思いますね。まあ緩くでも常にダイエットは頭の中にありつつ、無理しないで、食べたくないものは食べない、どうしてもなんか食べたいみたいな時は信用のおけるものを食べつつ、で一食は絶対めっちゃ美味しいものをちゃんと食べる一日の中で。はい、ということで皆さんもぜひどんなダイエットをしてるよとか、これおすすめだよみたいな食べ物とかあったら教えてほしいなって思います。コメント欄全部読んでるので書いてください。ということで、ぜひまた見てね。チャンネル登録高評価よろしくお願いします。じゃあ食べます。えい。